だいぶ工事が進んで、荒川のなんか堤防みたいになってますね。はい、だいぶ進んでるようですね。あんな大きいと思わなかった。しっかりしたコンクリートで固めてますね。よし、入れ食いモード。元気元気元気、大きくないけど元気です。あ、抜ける。生後ちゃんです。30、40弱ぐらい。トレーシー15です。小さいけど楽しいですよ。うわ、ちっちゃ生後クラスですね。あ、こんなのがいっぱいいます。50ぐらいですね。あ、やる、大丈夫。40ぐらい。あ、もういられへん。忙しい。50ちょいですね。はい、トレーシー25。どうもおはようございます。今日は早起きしました。10月10日6時22分です。木曜日ですね。風が結構吹いていて、今日の装備はもうコンプレッションシャツのロングに厚手のロングの T シャツ、長袖のロン T で、その上にウルトラライトダウンみたいなやつ着てます。で、これ着てます。で、ネックウォーマーを、ちょっと厚手のネックウォーマーを首にして、ちょうどいいんじゃないでしょうかって感じですね。風が結構あるので、下はまだね、普通にいつものズボン1枚なんですけども、上はちょっと丈夫
あったはめに来ました。はい、水温見ていきますね。41点ちょっとだったんで、今日はどうだろう。うわ、めっちゃ下がった。10度までいっちゃった。 18.5 度、やば、下がりすぎ。これはテンション下がってないかちょっと心配。シーバスさんのね濁り方はちょっと下行ってみましょうか。濁り方はホワイトブラウンって感じで、笹濁りって感じです。いいんじゃないでしょうか。やべ、3円まで来た。僕の濁りマックスの中で上限って感じかな。これ以上はもう僕の中ではいらないよって感じですね。濁りがあんま好きじゃない僕としてはよし、はい、いろいろ考えたんですけど、最初ガチペン行って風の方向をちょっと気をつけながら高切れしないように、投げるのと、次にやれそうだったら、ガボッツ150いってみようかなと思います。最初ガチペン160。これね、もう一個で一番最初にランカーさせてもらったなんだっけな、スケチャートバックスケなスケチャートバックシルバーだったかな、あれがお気に入りだったんですけど、だいぶ剥げちゃったので、まあ、あれを塗装をね剥がしてちょっと塗り方を勉強してあれにしてみようかなと、マットチャートにしてみようかなと思います。ちょっとね研究中、動画でどうやってなんとなくね、ちょっと教えてもらったんですけど、なんだっけ、最初に一回剥がして、気持ちいい朝の一発、最初に剥がして、そして、塗装を剥がしてですね、きれいにサンドペーパーで削って、で次に、白を塗ると、上からね、その上からボディで白が乾いたら、チャートを塗るということですね。でそうですけどね、ルアーが右にも左にもどっちも行かないっていう止まっちゃってる感じですね結構ね、近場でも出てたんでね、この間最後まで油断はできません。で昨日なんとかね、エリア限定でエリアが狭まっちゃうんですけど、公開エリアが出船することができまして、主に橋の下ですね。雨もしのげたし、流もあってこう取り橋の下メイン、火災前浜橋下と、あとは荒川大橋っていうのかな、一番下のところですね、大きいやつ357が通ってる橋ですかね、あれをメインに攻めて、まあ復古サイズからギリ鈴木かなみたいなのがパラパラパラッと釣れるような感じで、超絶入れ食いってわけじゃないんですけど、ちゃんといいとこ入ると反応あるかなって感じでしたね。そしてアイパイロットっていうね、ミンコタのエレキモーターみたいなのがあるんですけど、あれがですね、GPS をセットすると、自分がそこにとどまっていたいってなると、ピッチセットすると、そこにずっととどまってくれるんですよ。エンジンとかモーターが前についてて、それが勝手に船の位置をキープしてくれるんですよ。だから船長さんがいなくても、まあ、ある程度キープしてくれるんですよ、そのポジションを。ただ、うわ、すっげえ、この吸い込まれるパワー。ただ完璧じゃなくて、やっぱりですね、橋の下とか入っちゃうと GPS が遮断されちゃうのか、そんなんでダメなのっていうぐらいのところで結構ね、ずれちゃったりしたんですよ。だから結構そうですね、信頼度がオープンエリアだったら結構信頼度高かったんですけど、そうじゃないところは結構ずれちゃってましたね、特に橋の下。完全ってわけではないですね。はい、そんな感じでこれからちょっとしばらく出船が
続いちゃいそうな雰囲気なので一旦ちょっとこれ終わりにさせてもらって、あ、そうだ、主にですね、あの鉄板系がやっぱ強かったですね。鉄板系骨釣りで橋桁の後ろのヨレの中に鉄板入れて、最初中層を引っ張ってきてちょんちょんちょんとかっていう風にツイッチしたりすると反応があったんですけど、そのうち、レンジが下がるかと思いきやレンジが上がったのかわかんないですけど、上の方をねこうスーッとゆっくり引いてくるとミスバイトも少なく針がかりが良かったです。でやっぱり新品の鉄板、せっかくね船で出てるんだから、船で出てるからってこともないけど、ちゃんと当たりが出てる状態だったんで、トゥンってきて乗らないのももったいないから、ちゃんと惜しげもなくね新しいあの鉄板にしたらしっかりノリが上がりましたね。はいそんな感じです。では、この後ももうちょっと頑張りたいところですけども、ちょっとねアメフトが久しぶりに 2,3 匹後ろへ、ちょっと、まあ、NFL の補欠クラスが3匹ぐらい後ろへ構えてるんでちょっとやばいんですよね。まあ相談しながら頑張ってみたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。アングラさんは僕の上流側に1名、下流側に1名。下流側の方がプーさんなのかどうか、ちょっと、ね、最近プーさんのねあれである売りっていうか、あの分かりやすさである半ズボン半袖ティーターじゃないからちょっと分かんないんですけど、はい、よろしくお願いします。失礼いたします。